Good morning, everyone! 世界のショービスからフライトする3 Stars Airline! 今週向かうのはアメリカ、アイドルの登竜門、ディズニードラマに注目。このドラマでブレイクしたのが、去年ミュージックビデオの祭典で最も優秀と評価された歌姫マイリー・サイラス。さらにアメリカのティーンたちから7年連続好きな女優や歌手に選出されたセレーナ・ゴメス。ディズニードラマは今日本のティーンたちに大人気。おしゃれとかしてかわいいなと思います。このドラマの中の女の子みたいになりたいなって思う。今日はディズニードラマが生んだスターとテイラーも一押しの新星をスペシャルフィーチャー。本日も3スターズエアラインのご利用ありがとうございます。途中ディズニードラマ出身のスターたちに関する機内食代わりのクイズもご用意しております。ダンさん、はい、ディズニードラマってご覧になったことありますか？あります。大好きで、うん、本当にディズニードラマに出てる女の子たちってファッションとかも本当に可愛くて女の子の憧れなんですよ。そうですね。もうスターが登竜門という感じですけれども、はい、ディズニードラマが作られているカリフォルニアに向けてテイクオフ。ディズニードラマとはアメリカのウォルト・ディズニー社が手掛けるティーン向けテレビドラマのこと。これまで学園ドラマをベースにファンタジー、アクションなどさまざまなジャンルを制作。100以上の国と地域で放送されている人気番組なんです。そこで主役を演じるヒロインはティーンの憧れでありスターである証。特に人気が高かったのがディズニードラマ史上最高の視聴率を得たハンナ・モンタナに出演、歌手としてブレイクしたマイリー・サイラス。最新アルバムは日本を含む70の国と地域で1位を獲得。優勝のミュージックビデオを決める MTV ビデオミュージックアワードでは最優秀賞を受賞と世界で活躍中のマイリー。Disney gave me my start, and so I'm always going to be grateful. マイリーが原点だと語るディズニードラマ、それが2006年放送のシークレットアイドルハンナ・モンタナ。 This is for Hannah Montana. I'm sorry, it's just that I don't like Hannah Montana. What? ドラマはマイリー演じる人気アイドルハンナ・モンタナが芸能活動の裏で平凡な中学生として過ごす青春コメディー。マイリーは誰もが憧れるヒロインハンナを演じブレイクしました。普通の中学生が実はアイドルだった。その設定が受けてドラマは大ヒット。ハンナモンタナ人形といった番組グッズが販売されるなど、ハンナ人気はアメリカで社会現象となりました。その1年後、また新たなヒロインが登場します。それが女優として活躍中のセレーナ・ゴメス。And having it all just make me different. 子供たちのアカデミー賞キッズ・チョイス・アワードでは7年連続好きな女優や歌手に選出。最新アルバムはアメリカの週間ランキングで初登場1位。歌手としても成功を収めました。そんなセレーナがブレイクしたきっかけが2007年放送のディズニードラマウェイバリー通りのウィザードたち。一人前の魔法使いになるべく修行する主人公アレックスをセレーナが好演。そのキュートなルックスと高い演技力が評価されブレイクしました。さあ、ここで本日のクエスチョン。セレーナは14歳の頃、いたずら好きな少年の成長を描いたディズニードラマ「スイートライフ」に出演。そこであることに初挑戦しているんですが、それは一体何でしょうか？マキダイさんから順番にお答えください。初挑戦、なんだろう、アクション、盾、アクション、かっこいいですけど、今の島津のことは漫才みたいな、そういうお笑い。あ、違うんですね、
ジョイさんならガリモが経験するかもしれない少年とセレーナが、お付き合いをする。正解です。あ、中です。正解です。正解はキスでした。正確です。おめでとうございます。詳しくご案内いたします。キリキリセーフです。セレーナがドラマでスイートライフで初挑戦したのがキス。そのシーンがこちら。 終了後、セレーナはこれってすごいことよねだってファーストキスよと、いとこに報告したそうです。世界で活躍するアイドルを生み出したことから、アイドルの登竜門とも呼ばれるディズニードラマ。なぜ出演したヒロインは世界で活躍するのか。その理由をゴールデングローブ賞選考委員であり、アメリカドラマに詳しい小西未来さんに聞いてみました。競争率がものすごく厳しいということが挙げられると思います。 11人を選ぶために5000人以上の子どもたちのオーディションを行った第1次、2次だけじゃなくて8次審査まであるとか言われています。歌も踊りもできて演技もできて、おまけにプラスアルファの IQ もあるというかなり厳しい審査があるんですね。そんな超難関のオーディションを勝ち抜いた今注目のピンクは、30秒後ご案内します。 去年発表された影響力のあるティーンランキング2014、2位から4位を独占したのがディズニードラマ出身のティーンたち。注目は3位のゼンデイヤ、18歳、アメリカで今一番ホットなティーンなんです。ゼンデイヤが注目を集めたのは2010年放送のディズニードラマ「シェキラー」。 ゼンデイヤ演じるロッキーが親友のシーシーと一緒に一流のダンサーを夢見て奮闘するというストーリーです。 I'm sorry, but I'm afraid you're in! Seriously? I'm in? I'm gonna be on the show every week? Thanks, kid. I called him kid. その表現力豊かな演技がティーンの心をつかみ、一躍スターとなったゼンデイヤ。 そして先月15日、 テイラーが発表した最新ミュージックビデオに、テイラーのオファーでゼンデイヤが出演。テイラー一押しのティーンとしても話題なんです。180センチのスラッとした体型と綺麗な長の力強い目が特徴のゼンデイヤ。ディズニードラマでブレイクしてからはモデルとしても活躍、様々なファッションイベントに参加しています。そんなファッションも注目されているゼンデイヤ、 メディアの前に登場するたびにヘアスタイルを変えることで話題になっているんです。さあ、ここでクエスチョン。今年のアカデミー賞を授賞式にゲストとして登場し、レッドカーペットを歩いたゼンデイヤさん。ここでファンも驚くあるヘアスタイルを披露しました。それは一体何でしょうか。ファンは宮崎さんから順番に答えます。同期？アフロ。アフロじゃない。でも そんなちょっと衝撃的な衝撃的爆発。ちょっとね、ドラマとはまた異なった。あ、マキダさん昔してたかな。いや、超高いリーゼントとかで。じゃあしてたんですか昔。マキダさん知ってたの？モヒカンですか？あ、違う。ライオンヘッド。あ、ダンサーみたいな。あ、そうか。残念、タイムカップです。正解はレッドヘアでした。スタッフさんならず。 アカデミー賞を授賞式でのレッドヘアをこのように披露したゼンデイヤさん。髪型といえば2、3年前、マイリーもロングヘアをバッサリ切ったことで話題になりましたが、ディズニードラマ出身の13たちはね、子供っぽいイメージを脱却するために髪型にめちゃするこが多いそうです。なんだろうね。じゃあディズニードラマ見てれば、このネクストブレイクのそうなんですよ、分かるんです。いち早く。はい。ゼンデイヤさんは今後日本での活動も視野に入れてるそうです。楽しみですね。